今日の出来事や記念日、雑学などに合わせて選ばれたカードをご紹介。合言葉は今日は何の日？ポケカレンダー。はい、どうも、特攻長です。6月9日はネッシーの日でございます。1933年の6月9日、ネス湖の近くでホテルを経営するマッケイ夫婦によるネッシーの目撃談がイギリスの新聞に初めて掲載されました。ネッシーの目撃談はこの頃から急激に増え始めまして、翌年1934年の4月21日には通称外科医の写真と呼ばれる写真が撮影されまして大きな話題を呼びました。ちなみに外科医の写真は後に撮影者本人によって捏造であることが明かされておりまして、ネッシーが存在するという根拠になる情報は見つかっておりません。また2018年にはネス湖の水を DNA 鑑定しまして、クビナガ竜など恐竜の生き残りが生存している痕跡がないか調査が行われたそうなんですけれども、残念ながらそのような結果は得られず、今のところ巨大なウナギだったのではないかという説が有力のようです。ちなみにネス湖のネッシーを含む未確認生物はユーマと総称されておりますけれども、もともとはゴリラやパンダ、イリオモテヤマネコなんかも存在が確認されるまではユーマとして扱われていたことはご存知でしょうか。例えばパンダはもともとは先に発見されていたレッサーパンダがパンダと呼ばれていて、ジャイアントパンダが発見されたのは1869年のことでした。今ではジャイアントパンダの方がパンダと呼ばれるほどに浸透したわけですから、他のユーマも精密な調査で存在が否定されない限りは存在しないとは言い切れないかもしれません。それはそれで新たなロマンを感じますね。それではカードの紹介に移りましょう。6月9日のポケカレンダーはこちらでございます。せーの、バン。はい、ツボツボでございます。全国図鑑番号213番、ポケットモンスター金銀で登場した発光ポケモンでございます。防御と特防の種族値が230と全ポケモンの中でもトップクラスの硬さを誇るんですけれども、その他の種族値が圧倒的に低いため、結果として普通のポケモンに収まっている、なんとも可愛らしいポケモンでございます。ポケモン金銀ではタンバシティのポケモンマニアからツボツボを預かるイベントがございまして、その際に預かるツボツボにネッシーというニックネームが付けられています。発光ポケモンというのは光の方ではなくて発光食品の方の発光でございます。初登場の金銀では木の実を持たせると木の実ジュースにしてくれるという能力で表現されておりました。カードゲームのツボツボは防御に特化したものは守りのツボのツボツボ GX が挙げられますけれども、それ以外はゲーム本編の防御力よりも発光ポケモンらしく手札を入れ替えたり、エネルギーを手に入れたり、山札に戻したりといった能力を持つカードが多くデザインされております。上技は木の実を隠す。1エネで自分の山札を2枚引いて、その後で手札を1枚山札の一番下に戻すというものでございます。そして巻きつく、2エネ30ダメージ、コインを投げて表だったら相手を麻痺にするというものでございます。で、イラストレーターさんはスイさんでございます。ロコンの日やムーマージュの日では2枚目以降のイラストとしてご紹介させていただきましたけれども、今回初のメインでのご紹介となります。これまでに手掛けたカードといたしましては、やりくりのチラチーノ、ベンチバリアのミュー、お宝サーチのハーデリアなど、デッキのシステムとして採用されるような中堅ポケモンをいくつか手掛けられているイラストレーターさんでございます。レアリティの高いものといたしましては、ミューミューのスペシャルアートですとか、ポケキュンのニンフィア EX などが挙げられます。全体的にややコントラストが高めな水彩画風の塗りが特徴的で、ふわっとした幻想的な仕上がりの多いイラストレーターさんでございます。ポケモンカード以外では任天堂作品を中心に様々なファンアートを手掛けられております。スマブラやドラクエのファンアートなどもございますので、ご興味のある方はぜひとも覗いてみてください。といったところで、6月9日はネッシーの日ということで、ツボツボご紹介させていただきました。それではまた明日のポケカレンダーもお楽しみに。ではチートチャレンジ行かせていただきます。せーの、よいしょ。残念ながら今日もクチートは出ませんでした。では、アフタートークでございますけれども、6月9日実はポニータ石井さんの誕生日でもございます。おめでとうございます。ポニータを紹介しようか迷ったんですけれども、ネッシーの日にツボツボを紹介するというのは4月からずっと決めておったので、今回はその予定通りツボツボの方をご紹介させていただきました。それではまた明日。